コニャックはフランスのシャラント県にある町。この町の住民はコニャセと呼ばれる。2012年にフランス文化通信省から芸術と歴史の町の称号を授与された。コニャックはアングレームとサントの間を流れるシャラント川の両岸にまたがって広がっているが、地域の大部分が左岸に集中している。一方で、右岸はサンジャック地区と呼ばれることで有名である。 またコーニャックはサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の途中に位置する。9世紀以降、コニャックは要塞として防備が固められていた。百年戦争の期間中、コニャックは周辺の地域をめぐる戦闘と条約で、その支配権が幾度となく、フランスとイギリスとの間で奪い合われた。フランスは一世は出生地であるコニャックの町に対して、シャラント川沿岸での塩の交易権を与え、 これによってコニャックは経済的に繁栄し、その後ワインやブランデー生産地の中心として発展していくことになる。中世の街並みを残したビューコニャック地区はシャラント川沿いにトゥールサンジャックからサンレジェ境界まで伸びている。この地域には丸石を敷いた狭い通りが走り、15世紀から18世紀の間に建てられた多くの貴重な建物が並んでいる。 これらの建物の壁面は豪華に装飾されており、ガーゴイルやフランスは一世のシンボルであるサラマンダーが彫られている。蒸気のほか、ロマネスク様式の古城や教会が数多く点在している。詳細は、コニャックを参照コニャックの名前は、ブランデーやオードビーにも付けられ、世界的に知られている。コニャックの名前を持つ種類は、コニャック周辺の特定の地域で生産されなければ、 ならないとされており、また、コニャックと名付けられるには厳格な基準を満たさなければ、ならない。コニャック周辺の経済は、ブランデー生産によるところが大きい。これに関連して、以下のような産業が集まっている。農地は、ワイン製造には適しておらず、これはこの地域が低地で湾総害が起こりやすいためで、ある。そのため穀物の栽培が行われている。ところが近年、 ワイン製造者の間でバンドペイ、シャレンテというテーブルワインを異なる品種のブドウを使い、コーニャックと同じ製造法で作ることが増えている。これは主作物の生育の見通しがはっきりしないため、その影響を抑制するために行われている。この他にも観光産業も大きく発展してきている。またコーニャックはフランス空軍の第709訓練基地の拠点となっている。ありがとうございます。